はい、ということで現在ですね九州放送機器店の方に来ておりますが、昨日ですねすでに動画出しておりますが、このはい DJI DFS トランスミッションということでですね、でこの DFS トランスミッション見通しのいいところで2キロぶっ通せるということは昨日ですね動画の方でも検証結果出しておりますが、このですねこれ今ね私今展示会にいるわけですよ。で展示会っていうのはねいろんなところで電波が飛び交っております。そりゃもうたくさん電波が飛び交っているわけですよ。この環境下でですねこれ福岡国際センターというですね、まあ、コンサートもできるんじゃないかっていうぐらいの、まあ、おそらくコンサートとかねやってる会場だと思うんですけれども、この会場内でですねまず端から端まで行けるのか、で今私はこの会場の2階におります。で2階にいるんですけれども、はい、このですねちょうど対角線の奥にございます、このねまあ直線距離で一番距離が取れるところに向かいまして、まずはここで電波が途切れないのかやってみたいと思います。でそれで問題なく行けましたら1階に降りてねちょっと動きながら電波ですね状況を見ていこうと思います。では早速行ってみましょう。行ってきます。直線距離だとこれどのぐらいあるんだろうな。1キロとかはないと思うけど、ちょっとねさあ今のところはですね電波全く問題ないですね。はい、非常に安定しております。あらどうも鶴田さん、検証中でございますはい、というところで、ちょうどですね対角線上の位置までやってまいりました。はい、このように電波に関しては全く問題なく、映像の方もですね、全然問題ないですね。はい、今人がね映っているのが見えたかなと思いますが、はい、非常に滑らかに映像が映っております。伝送に関しては何ら問題ないですね。はい、ということで、直接対角線上であれば、まあ、今ね見通しのいい環境下ではありますが、何の問題もないということで、はい、今ねちょうど向こうの方でこう見えるのかな、手を振っているのが見えております。はい、全然問題ないですね。はい、では全然問題ありませんでしたので、今度はですね下に降りてみたいと思います。1階に降りてみて、電波伝送がどのようになるのか、検証していきたいと思います。ちょっとねこれ面白い催しなんですけど、アウトレットガラクタ市なるものがありまして、全然ガラクタじゃない新品普通に売ってますけどね。はい、まあ、アウトレットセールコーナーなんかもあったりして、九州放送機器店もね私初めて来ましたけど結構楽しいですね。はい、では場内ぐるっと一周しましたが、まあ、映像の方は全く途切れていないということで、今度はね、ちょっと今階段を降りて下の方に行きたいと思います。さあ今ね階段踊り場のところに来まして、踊り場まで来ると今ねちょっと結構壁を挟んでいる感じなので、電波が、2本になっていますね。さあ電波1本になってしまいました。ちょっと電波が安定しないかと思いきや、さあまたね電波復活してきましたね。さあ会場の中入りました。今ね壁全く挟んでない状態まで、来ましたら結構ね人は多い環境なんですけれども、電波ちゃんと5本立っているということで、で今度はですね、あの今上のですね2階の席から、その1階のですね対角線上のところ、さっき2階で、一番距離の取れるところ、今度はその1階の方まで行ってみましょう。すごいね、もう全然問題ないわ。さあ今ね結構人も多いし、遮蔽物もねそれなりにはあるかという環境下なんですけれども、全然問題なさそうに見えますね。あ、なんか知り合いの方もねたくさんいらっしゃるんで、いろいろ目配せをしてしまうんですが、さあはい、一番遠いところまで来てみましたが、映像途切れてないっすね。すごいね。ちょっと正直思ってたよりもさらにすごいかもしれない。まあ、今会場の中のお客さんはおそらく500人ほどかなってところだと思うんですけれども、500人ほどの環境の中でも電波しっかり飛んでいると。で、会場内ですね電波めちゃめちゃ飛び立ってるんですよ。
そうめちゃめちゃ飛び交ってるんですけど、まあ、このように問題なく、伝送できているということで相当すごいよ。はい、小型ながらですね、こちらの製品やはり電波の伝送に関してはもう最強なんじゃないかなと思います。やばい、こんなに飛ぶんだね、すごいわ。さあということでですね、DJI、SDR トランスミッションシステム、検証して検証してたんですよ。何してん、はい、何してん、はい、ということでアンバサダーのエマクさんでございます。何してん何してんじゃないですよ、検証してたんだ、検証ね。そう、この DJI SDR トランスミッションの、あのこれをね、まあ、見通し2キロを飛ぶのはすごいと、まあそれは分かったと。なるほど、じゃあそれ飛ぶんだったらこういうね展示会の中とか、あ、電波飛び交ってる中ね、電波飛び交ってる環境とかね、人が多いところってやっぱ飛びにくいじゃないですか。そうですね、そういうところでも飛ぶのかどうかっていう質問がですよ、早速会社の方にたくさん来てると。なるほど、なるほど、いうことで、今それを試せる絶好の環境じゃないですか。ああ、そりゃそうだな、まあ、なんでやってみたんですよ。どうしたんだ、2階のあそこにあるブース、あっちのね、あっちのブースから、はいはい、それから2階の同じ対角線上のところ、はいはい、もうやりつつ、2階から1階、はいはい、1階のね一番奥の方とかこの中の方とかね、これじゃあこれ持ってちょっと博多駅まで行ったらどうかな。ああ、それはさすがに無理かなそれはさすがに無理なんだけど、はいはい、会場内はずっとこのね電波5本しっかり立った状態だったし、うん、こっちの階段の踊り場の方とか行っても、うんうん、壁ちょっと挟むからさすがに電波若干落ちたんですけど、なるほど、でも途切れることはなく、非常に素晴らしいですね、こいつ。ということで、これね、DJI SDR トランスミッションシステム、非常に、非常に良きと。なるほどね。いうことで、まあ、早速ね、めっちゃ売れてるらしいです。あ、本当に、うん、めっちゃ売れてる、ね。ありがたいね。めっちゃ売れてるということで、うん、たくさん在庫持ってますんで、ぜひ、気になったらポチってください。たくさん在庫あるなら1個回してください。ということで、この動画がためになったら面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、ポチッとよろしくお願いします。ということで、システム5ヤマモンと、急遽最後に出てくれた、うまくでした。はい、どうもありがとうございました。